岡田和親がですね、17年間お世話になりました、ありがとうございますということでね、フリーとして残り3試合よろしくお願いしますということで、1月いっぱいでフリーになって、3試合、札幌までですね、やるということでございますね。どこ行くんでしょうかね、ニューヨーク行くのかな、ね、どうなんでしょうね。はい、新日本プレス重要ということで、新日本プレスストロングスピリッツは、3月31日を動きましてサービス終了ということでね、ストロングスピリッツということはこれか、ゲームですね、ゲームの配信終わるということでね、いろいろ問題になってますね、方々からですね、全日本プレスの福田社長ですね、ヤフーニュースに載ってるから後ほどね、追っかけていただければと思いますけどね、独占クーデター、営業不振、方向転換報道、全日本プロレスの裏側を福田社長が激白、私は給料も1銭ももらってない、1円ももらってないってことでね、大谷翔さんがね、取材してるんですけど、大谷翔さんっていうのが IGF とかですね、そういう絡みでやってるの、なんかね全体的に仕掛け仕様という形なのかな、で、福田社長がなんかバカ殿の格好してみたりね、奥さんを亡くしてみたり、亡くなってね、なんだけどね、なんかね、ファンの共感を得てない、ですよね。全日本プロレスの福田社長が8年間全日本プロレスの社長やってるけど、いろいろ仕掛けていきますっていうことでね、話してるんですけどね、なんかねプロレスファン の心にね響かないというか、反発が出てくるっていうのはどうしてなんでしょうね。で、石川選手も辞めて、エボリューション女子のまた強くするって話をしてますね。なんか、どうなんでしょうね、皆さんね、なんかね響かないかな、なんかもやもやするよね。なんか、中島のね、闘魂スタイルのアリのコスチュームとかね、アクトレスガールズ持ってきたりね、まあいろいろ策はあると思うんですけどね、プロレスファンが、今のプロレスファンが同調してるかっていうと同調してるのかな。新しい試みでね、新しいファンを開拓するから今のファンはいらないっていう方向なのかな、わかんないな。で、豆まきが今日ありましたね。池上本門寺で、藤波辰巳、斉藤ブラザース、中野田村、宇田木さやかが巻いたということでございますね。で、天竜プロジェクトからお知らせということで、天竜さんが YouTube 開設をしたということで、74歳を迎える、昨日ですね、誕生日になった、天竜さんが YouTube を開設ということでね、昨日生配信をしてましたね。ねえ、天竜さんインタビューしたいな、秀樹選手とかね、ちょっとね、つなげてもらいたいなとかって思ったり次第でございます。大阪ですね、スターダムの大阪でございます。京都のね、今日 KBS ホールだね、満員でしたね、いい雰囲気で試合を迎えたということで、2月立春になってね、いい試合になるんじゃないかということですね。で、明日のカードですね、桜井、花子、矢神の、ストリプルスレッドは、まあ、桜井舞が勝つかな。で、ソーレアミ、鹿島咲希、飯田沙耶、花はですね、ソーレアミと花がね、ちょっとバチバチやってますからね、時間切り引き分けかな。飯田さんちょっと頑張って、飯田さんね、もういい試合やりますからね。で、鹿島咲希は自分のワールドをやってるのに、時間で引くかなと思いますね。で、ひなとですね、のを持って、フューチャーオブスターダム選手権に新人トーナメント優勝したゆずきが挑戦するんですが、まあね、ひなちゃんが防衛というもと思いますね。6人タッグマッチ、レディーシー、クララ、山崎対、渡辺桃、ルアカ、トーラ夏子ですけど、まあ、渡辺桃が、クララちゃんからホール勝ちかな。で、中野タム復帰戦ですね。中野タムが、復帰しますね。豆まきの帰り、豆まきして大阪に飛んだんでしょうね。で、中野タム、水森対、白川美奈、月山
さんですね。うん、この旅が月山からホール勝ちかなっていう気もします。で、ハイスピード選手権ですね、セーラメイ対ですね、葉月でございますけど、ここでですね、葉月が取ったら面白いんじゃないかと思って、僕は葉月に一票入れたいと思います。メイちゃん好きなんですけどね、ここでつまずいてまた取ってもらいたいなって気がしますね。で、レジェンドマッチってことで、安住七重、宇多美、どこだ、岩谷の生え抜き対鈴、未来、ジュリア、シュリの戸玉ですけど、まだ時間切れ引っ掛けでしょうね。で、セミファイナルが、アノサオリのワンダーオムスターダム選手権に、スターライトキットが、挑戦しますけど、前線すると思うけど、さんが、防衛と思ってます。で、メイメント、マイカ対上谷なんですけど、ねえ、上谷負けない方がいいかな。これで落としちゃったらちょっともったいないなと思いますね。で、マイカが、防衛しないのもちょっとあれかなと思うんで、時間切れ引き分けということで、もう時間切れ引き分けっていうふうに思っておりますということでございまして、明日のスターダムね、ペーパービューは行われますね。サムライでもやるみたいなんで、よろしくお願いいたします。で、2月23日ですね、第5回チャンピオンベルトカーニバルということで、祭日ですね、祭日か、ニクボクインクルのね、本物のベルトが出てきます。本物のベルトが出てきて、ニックのニックベルト本物、へっこんでますね。へっこんでるニックベルトを肩掛け、記念撮影ができるということでございましてね、名古屋から、ニックボクインクルのベルトが登場、そして、木村健吾の NWA 世界ライトヘビー級のベルトも登場するということでございます。ベルトマニアの、ね、方ですね、ぜひですね、都道館に向かってください、参加してください。ホスト解説は、ドクトルルチャ、清水智さん、ゲスト解説は、小泉英二さんですね、師匠ですね、私の2大師匠ですね。で、富倉さんが、MC ということでございます。で、翌日ですね、24日、トースポーヒアということでね、高千穂明久対、門馬忠夫ということで、門馬さんが、トースポー同期、39年からね、あれだ、門馬さんはプロレスの、記者になったんですね。で、それをですね、その対談をですね、仕切るのが、私と昨年イベントを主催してもらいましたゲストに来てもらいます高木圭介さんでございます。トースポの元トースポの高木圭介さんがお二人の話を、語るのを引き出すということでございまして、連日になりますけどね、2月23日2月24日ということでございますが、ぜひともですね、足を運んでいただければと思いますということでございまして、明日のね、スターダム大阪決戦楽しみですねということでございまして、週刊プロレスジャーナル以上でございます。